皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド大阪でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンド大阪の店長、浅井店長です。はい、ボンド大阪、浅井です。よろしくお願いします。で、今回紹介する車がこちらなんですけども、はい、その前にいいですか、はい、場所がちょっと様子がおかしいんですけども、はいはい、まあ、お客様のご好意でちょっと某所お借り、はい、のスペースをお借りして今回撮影させていただきます。ちょっと周りの雰囲気と車でなんかニュアンスがちょっと、まあ、いつもとちょっとね雰囲気は違いますけれども、はい、まあ、特別編ということでよろしくお願いします、はい、ちょっと屋外からお伝えいたします、はい、そして今回ご紹介する車がやってまいりました、はい、ベントレーコンチネンタル GT、はいはい、これまたちょっといかついの来ましたね。ですね。コンチ GT 自体あんまり今まで撮影したことなかったのかな。ないです。なかったのかな。そうですね、はい、まあ、今回は、まあ、車両ごとご購入していただいたんですけれども、装着させていただいているのはスターテックの、ね、フロントエアロパーツになります。これどこからが変わってるんですか。ここ、まあ、ここの、まあ、フェンダーがこれ一体化してる車になりますので、はい、ここの切れ目からですね。切れ目から下が全部スターテックになってます。で、このカーボン、カーボン と、塗装が選べますけれども、今回はカーボンの方ですね、装着してます。で、ちょっと僕知ってるんでやらせになっちゃうんですけど、はい、スターテックは某チューナーの姉妹ブランドなんですよね。そうだね、別に言ってもいいよねブラバスですよね。いや、なんか2人とも知ってるとなんか話の内容的に面白くないから。そう、はい、ブラバスの姉妹ブランドですの で、 ですね、あのクオリティとかね、その辺はお墨付きとなっています。まあ、メルセデスに関してはそのブラバスブランドで出てますけど、他のベントレーとか、ベンジオーバーとかね、ベントレーとかはスターテックブランドで展開しますね。あと最近だとテスラなんかもやってたりとか、ね、はい、だからただなんかこうエアロのニュアンスはこうブラウスと割と近いのかなっていう、純正のスタイルを崩さず、そう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 、ちょっとかっこよくするっていう感じで、そうですね、はい、なってます。ただ造形も一つずつ見ていくとすごい造形しますね。そう、造形ね、あるんです。で、これね、これ昨日土と話してたけど、これエイダス用のレーダーね、はい、これがねなかなか大変で、やっぱりリップタイプとかだとあのエラー出ないんですけど、これやっぱり交換するとエラー出るんですよ。あれね、自動運転とかの、はい、そうそう、だからこれちゃんとキャリブレーションして、セットアップしないといけない。浅井店長専門用語ばっかりですごく難しいんですけど、あ、そうで、はい、ちゃんとここね、ブラバス偉いのはここ穴がちゃんと調整用の穴が開いているので、はい、なるほど、そうそう、だからバンパーつけた状態でもちゃんとこのレーダーをですね、補正というか調整できるようにできてます。ただこの状態だと100% ディーラーには断られますので、この調整ね。あ、なるほど。そう、ADAS のね、だから ADAS の測定がある、工場でしないとダメですよって、もうこれも調整してます。なるほど。最近特にまあ欧州車なんか中心に超高級車だとやっぱりそうセンサーがいろいろついてくるので、そうむやみやたらにこうエアロパーツとか変えちゃうとちゃんとそれが作動しないんですよね。そうですね。なんでその辺をちゃんとクリアして、なおかつ調整ができる工夫もされてると。そうですね、はい、あの辺は本当に大変でね、僕らも試行錯誤でやってますけれども、まあ、なんとかねこの辺に関しては、対応できるようになってるかなと思いますね。で、昨日も言ったけど車検がね、今度またこういう車検もコンピューターの診断しての車検というのもまた今後始まりますからね。2024年ぐらいから、そう、まあ、一応ね、ま、そう言われてますけれども、はいはい、新しい基準があって入ってくるみたいなんで、そうですね、まあ、その辺もしっかり考えられたものになってる、はい、なっております。はい、で、やっぱりちょっとロゴは可愛い感じなんですね。そう、スターテック、まあ、はい、さりげなく入ってるような感じ。控えめなのはちょっとこうヨーロッパのチューナーらしいなって僕、まあ、マンソリーとかもこんな感じですからね。そうですよね、まあ、控えめなのかなと思います。こんな感じで、で、よく見るとこのカーボンパーツに目が行きがちなんですけど、下も結構なボリューム、はい、ボリュームと、まあ、そうですね、はい、ただ純正のラインはあんまり崩さない。そうですね、本当にすごくよくできた形です。プラスアルファくらいで、まあ、オーナー様もねスターテック の、 あのエアロがいいという形だったので、まあ、ちょうど良かったなと思いますね。なるほど。で、次、はい、あと黒くなってる辺はいいんですか。そう、もともとこの辺はね 黒く、まあ、ブラックパックみたいに、してましたので、まあ、黒いい仕様にはなってますが、まあ、ホイールはどうしてもシルバーがいいという形だったので、はい、このメリハリがシルバー、そうですね、まあ、別にね、色的にも白と黒とシルバー3色なので、まあ、そんなに悪く、あの黒とねヘッドライトとかグリル黒ですけれども、まあ、シルバーで悪くないかなと思います。いわゆる色味のある色が使われてないし、そうそんなにない、無彩色で全部まとまってるんで、そうです、まあ、非常にまとまりがいいかなと、はい、で無彩、はい、シルバーのねモールも考えたんですけど、やっぱりちょっと、ここ、ね、うん、はい、黒の方が締まってるので、うん、まあ、これは黒のまんま残したままホイールを今回シルバーの方に交換させていただきました。特にホイールを際立たせる感じもあるんですかね。そうですね、かっこいいかなと思いますね。
でちょっとホイールを超高級品がついてるんで、浅井店長、ね、これ解説お願いしていいでしょうか。高いですよね。はい、はい、ADV1 の ADV510、アドバンスドシリーズですね。もう超がつく高級品ですよね。そうですね、まあまあ、見て分かる通り造形がまずすごいですよね。このホリエグレというか、 ADV すごいですよね、うん、結構アメタンなんかでも結構キャラクターいろいろありますけど、うん、その中でも特にこう12とか ADV ってこう削りがちょっと激しい。そうですね、やっぱりなんて言ったらいいかな、やっぱり本当に芸術性が高い方ですね。芸術性も高いし、シンプルにかっこいいっていう感じですよね。王道だけどかっこいい作品っていう感じしますよね。そうです、そうです。フィニッシュはブラッシュドのサイドポリッシュですね。これポリッシュ感がすごい強いんで、うん、よく見ないと分かんないですけど、天面がブラッシュドなんですね、はい、でサイドポリッシュなので、ね、メリハリもある感じ。そうで、ピアスボルトは50-50か。でこの辺も全部だって複雑な造形で、それが全部磨いてありますから ね、 磨いてるから、まあなかなか納期もかかりましたよ。ですよね。はい、いつも通り納期はかかりました。だってこれを削り出して人の手で全部ポリッシュかけるんですね、うん、はい、でそれからクリアを塗装してるんですもんね。そう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 、まあ、本当に作品っていう感じ、ね、作品でして、まあ、お客様の満足度も高いかなと。まあ担当としてはね、アメタンなんでいつも、ね、何が起こるかドキドキはドキドキなんですけど、まあ、今回何もなかったので良かったなと思います。そしてこれインナーはブラックなんですか。インナーブラックですね、はい、まあ、インナー汚れるので、ブラックにすることが僕は多いですね。なるほど、はい、まあ、この辺もキャラクターだったりで中までポリッシュにしたりとか。そうですね、まあ、その辺もやってみてもいいのかな、はいはい、ただブレーキのダストを気にされるんであれば黒くしちゃった方が、まあそうですね、あと中暗いから見えないからね、どうしても影になってしまう。あとこうディスクが引き立つっていう、はい、いう人も言ってますね。メリットもあるから、はい、で本当に造形がこのスポークに至ってはフランジのとこまで出てるんで、ね、かっこいいですし、はい、まあ、本当に正統派のかっこよさっていうかね、うん、さっきちらっと言ってましたけど、本当にアメリカの、ね、ニューヨークとか2層みたいな感じで言ってましたけど、本当に正統派にかっこいい仕上げになってるかと思いますね。超高級品ですけど、車が超高級車なんで、まあ、似合いますよね、はい、本当に似合う感じ、うん、サイズはこれいくつになるんですか。22インチなので、まあ、これ純正マリナーなので、はい、インチは一緒なんですけれども、まあ、印象はガラッと変わったかなと思います。でタイヤももちろんベントレーマーク付きの、はい、純正品ですね。 B マークがここに入ってますね、はい、商品ですね。純正品をしっかり使ってると、はいはい。そしてあと車高が今回結構下がってます。こちらの方は、はい、カーグラフィックのロアリングモジュールですね。で車高は下げました、下げてます。でやっぱりねモジュール使った方が高速で、ノーマル車高に戻って、乗り心地とか、操作性もね犠牲にしないですし、やっぱりタイヤの変摩耗とかも防げるので、まあ、今一番売れてる、車高の下げる方法ですね。ただしもうないんですよ。そう半導体の影響か、はい、もうメーカーに言ったらもう、はい、販売中止だって言われてしまって、 なんですけど、まあ、また今度違う方法でね今テストしてますので、まあ、その辺も今後ご案内できるかなと思いますね。じゃあコンチネンタル GT ちょっとローダウンしたいなんて方はもちろんもちろん、はい、大丈夫です。浅井店長にご相談いただくといいんじゃないかなと、はい、結構下げましたね。フランスパート結構下がってますね。あ、いやですし、フラスパとコンチ GT 何台だ、10台以上は下げたんじゃないですかね。そうやっぱり依頼は多かったんでね、今まで、ね、すごく下げさせていただきましたね。やっぱりこう要望もあるんですね。あ、もうすごい多かったですね、やっぱり。なるほど、そうです、そうです。そんな感じでしっかりローダウンもされてる、はい、あとはやっぱりブラックアウトが、そうブラックアウトはメリハリがかなり効いてる感じですね、はい、そしてミラーなんかもスターテックのカーボンミラー、はい、まあ、フロントがカーボンなのでここはワンポイントでカーボン入れてますね。そうするとなんかフロントサイドリアになってちょうどバランスがいいですよね、はい、こんな感じになっております、はい、そしてあとちょっとこう通り過ぎるところでしたけど、キャリパーもこれ、あ、キャリパーね、使ってますよね。埼玉というか東京は得意なプラスチックシルバー、ちょっとバカにしますよ。いやいや違いますよ。あのシルバーでペイントの方ですね。なんかそれね、まあ、これももともと赤だったんですけれども、はい、まあ、オーナー様の要望でちょっと色を消したいということで、はい、シルバーにペイントさせていただきましたね。これちょっと赤を消すってなかなかちょっとこう上級者カスタマイズな感じを僕受けました、まあね、まあ残しててもいいかなと思ったんですけれども、はい、まあ、そこは、結構オーナー様シンプルな方が好きなお客様なので、うん、そこは、同意してシルバーの方に
しましたね。でもどうしてもこう心理としてテンポットの巨大なブレーキとかって言ったら、ね、見せたいじゃないですか、うんうんうん、それを目立たない色にするっていうのはなかなか、ね、はい、だからそれがあの全体的な印象にも本当にシンプルというか清潔感のある仕上がりになってるっていうのはそういう細かいところの、まあ、全体的な、仕上がりは、ね、影響を与えてるかもしれないですね。まあ、インチはねフロントと一緒の22ですけれども、やっぱり、フロントはキャリパーが大きいんであんまりコンケーブできないですけど、リアは、ね、結構コンケーブしてますので横から見た印象はだいぶ違うのかなと思います、ね、これ随分こうイメージ違いますね。そうですね、それをしないで、違いますね。でリアは315履いてますので。なるほど、はい、じゃ結構太めの太めのタイヤ、はい、であとねこう JW とかも入ってますんで。あ、そうなんですね。今 ADV は JW 入ってますし、あともちろん空気圧は純正の空気圧センサーついてますので、ちゃんと表示もエラーも何もなく、なるほど、ちゃんと使えますね。じゃサイズ次第ではもう全然ディーラーに入庫できる。あ、そうやね、はい、別にこの状態でもこのサイズで何台かね入れてますけど、別に何も言われてないですね。なるほど、こんなこともできるみたいです。じゃあ続いてリア周りに行くと、はい、リアもエアロがついてるんですね。そう、リアも、スターテックのトランクスポイラー、カーボンのトランクスポイラーにリアのディフューザーが装着されてますね。なるほど、トランクスポイラーもここ絶妙なボリュームですね。そうやね、純正やとねちょっともうちょい細いのよね、このぐらいかな、はい、なので、このぐらいのボリューム感がすごくいいですし、これウィング高速で上がるので、はい、まあ、それについてもちゃんと一緒に連動して上がるようになっているので、まあ、一番いいボリュームですね。まあ、純正機能も全く殺してないですし、そう、はい、純正だとちょっと物足りないという人にはぴったりのサイズ感だと思います、ね、あんまりこう大きいのだとこうつけた感出ちゃう。そう出ますけど、はい、これは本当に絶妙なサイズ感になっていると思いますね。そして下側もそう、はい、これもまあここのディフューザーを変えて真ん中に LED が埋め込まれている仕上がり、いわゆるレインライト的な。いや、これはねビバースとリアホグ、はい、まあ、純正に連動して光るような感じになってます。なるほど、はい、僕勝手にこうレインライトかななんて思っちゃう。そう、まあ、つなぎ方によってはできるかもしれないですけれども、はい、色が違うからね、この中で色がちょっと。でもなんかそのついてる場所となんかそのシルエットになんか、まあ、確かにちょっとそういうレインライトの、インスパイアを受けてると思いますね。でちょっとかなり AC かなと思ったんですけど、ベントレーってもともとすごい走りのブランドなんですよね。まあそうだよね、昔はロールスが高級車部門でベントレーがちょっとそのスポーティーな部門でレースとか出てたので、まあ、確かにベントレーは走りのイメージが強いですし、まあ、この車もねすごく2ドアなんでそういうイメージは持ってるかもしれないですね。だから今回みたいにその5本のスポークも、うんうん、まあ、見方によってはすごくスポーティーだし、あー確かに、はい、スターテックのエアロも結構スポーティーなんで、はい、割とその辺好まれる方にもおすすめじゃないですか。そうですね、おすすめですし、はい、2ドアなんでねかっこいいですよね。なるほど、じゃあ続いて、はい、内装は特にやってないってことなんですけど。そうですね、はい、もうこの車ですから純正でめちゃめちゃかっこいいですから、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたい。まあ、マリナーなので、シートとかもキルティングになってますね。これめちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいですね。黒に赤ステッチなのでシンプルですし、まあ、大人の仕上がりかなと思います、ね、こう外装全く色味使わないじゃないですか、うん、内装も基本的に色味使わないんですけど、このステッチとかそのベントレーのマークのとこだけ、ね、本当にこうさりげなく赤を使うという、うん、本当に、まあ、大人の仕様でかっこいい、おしゃれですね。おしゃれですし、はい、まあ、夜はねこれまた LED がバーンとね、うんうんうん、光りますから、本当に夜もすごく綺麗でかっこいい仕上がりになってますね。今回ちょっとすごいいかついなと思ったんですけど、うん、ちょっとこう色味を全く使ってないんで、なんかこうすごく本当に清潔感のある、うんうんうん、なんか非常におしゃれにまとまった時代だなと。ただやっぱり改めて見るといかつさは、まあね、車自体がね、はい、そしてやっぱりコンチ GT をいじるっていうのはノーマルでももちろんいいんですけど、いじったかっこよさがあるなっていうのを再確認しました。そうですね、ノーマルノーマルでかっこいいですけど、やっぱりこれはこれでまた違ったねかっこよさがあるかと思います。そしてねさっきオーナー様ともね、はい、お話ありましたけど、本当にいつもこのボンドチャンネルを見ていただいておりまして、まあ歴代の車もさっき聞いたと思うけれども、はい、今までね何台そう全部ねアメタン ADVHR1221 履かせていただいて、まあ、今回は ADV ということで本当に、まあ、カスタム上級者なオーナー様ですし、まあ、いつもボンドチャンネル夫婦揃って見ていただいてますので、本当に今後ともよろしく、お願いいたします。はい、というわけで今回はボンド大阪でカスタマイズさせていただいたコンチネンタル GT をご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。